市川市立平田小学校は、千葉県市川市平田3丁目にある公立小学校。高知の北側には道路を挟んで、JR 総武本線の高架が通っており、その北側には、国道14号線と京成本線が東西に並行している。総武本線の市川駅と元山田駅のほぼ中間に一致している。最寄り駅は北側に位置する京成の関納駅である。一帯は、 第二次世界大戦後の埋め立て地であり、地域住民の多くは、東京方面への通勤者である。東隣にある、千葉県立市川工業高等学校とは、千葉県の小中高連携事業における、市川八中ブロックを通した交流がある。開校時には十五学級、児童数七百二十八人の規模であったが、九百五十年代半ばから九百六十年代には、 児童数900人から1000人前後で推移し、1970年代には、徐々に規模が拡大して1979年には37学級、児童数1503人に達した。その後は徐々に規模が縮小し、2013年には16、学級、児童数427人となっている。1958年に制定された効果には、学校の近くを流れる江戸川、 遠望される、富士山と共に、稲穂が歌い込まれており、稲穂は、交渉にかたどられているほか、学校だよりの題名ともなっている。AB、稲穂学校だより、市川市立平田小学校、2013年10月6日閲覧。ABCD、第21回横須賀招待大会チーム、紹介平田賞 MBC、横須賀ミニバスケットボール連盟。 2013年10月6日閲覧。小中高連携医工業高校の特別授業等による連携。千葉県教育委員会。ピアニッシ二26から27。2013年10月6日閲覧。児童数、学級数の推移。市川市立平田小学校。2013年10月6日閲覧。平田小学校校科。市川市立平田小学校。 2013年10月6日閲覧、ありがとうございます。